平均63万円副業としてインフルエンサーをやってみたいそんな人に気になる調査が発表されましたインフルエンサー388人を対象にしデータからどのののくららいい年収がが平均ななかかという結果が明らかになったんですまたどういうジャンルや案件が多いのかということまで多くの実態が浮き彫りになりただそこからは厳しい現実や課題も見えてきました それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動しています、かぐわです。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。励みになりますので、ぜひフォロー、登録よろしくお願いします。さあ、それではですね、今日はインフルエンサーのある調査が発表されましたんで、早速見ていきましょう。インスタグラマーの職業年収大調査。 はい。こちらですね、インフルエンサー事務所のポータルサイトというかですね、まあ、事務所ですね、ファインド、インフルエンサーサービス、ファインドモデルを運営するソーシャルワイヤー株式会社が発表した調査なんです。はい。こちらですね、調査が2022年5月31日で、こちらの事務所に登録するインスタグラマー、 えー、388人を対象にしたということなんです。で具体的には、えー、まあ、最低でも、えー、インスタのフォロワーさんが、えー、1万人以上いるという感じです。えー、女性が87%、男性12%、えー、その他0.3%とありますから、これペットとかですかね。うん、それから20代30%、 30代52%、40代15%、50代1.5%などなどと書いてあります。はい。さて、えー 気になる年収なんですけども、これがすごいんですよ。あの、平均が、まあ、書かれているので、まあ、中央値ではないので、ちょっと多分、えー、多めにはぶれてるとは思うんですが、いやー、ここまで赤裸々な調査はね、初めて見ましたね。えー、まあ、母数が388人ということですから、もちろんこれは偏りはあると思うので、参考、あくまで、えー、参考値として、 えー、聞いていただければと思うんですが、はい。まずは副業として、えー、イ,ンスインスタイン、インフルエンサーをやっている方。はい。平均年収63.4万円。そして、えー、最大年収がなんと、800万円と。はい。いやー。で、63万円ってこれ、あれですよね。えー、昨日私がその、えー、インスタグラマーさんの配信を昨日ね、しましたが、えー、そこで、 月額5万円で、12ヶ月で、まあ、60万円って話しましたが、これとね、どんぴしゃりなんですよね。<noise> いやー、ですから、そう、副業として、まあ、無理なく、えー、インフルエンサーを行うという時に、大体た、ですから、目安としては5万円ということなんでしょうね。でですね、このアンケートでは、 はい。なんと、本業のインフルエンサーさん。ま、あ本当にもうプロですよね。えー、本業でやられてる方。えー、平均フォロワーが7万人と書かれていますが、ま、あ本当に、えー、5万から20万とかそのぐらいの方なんですかね。えー、本業の方の平均年収も書かれています。なんと、411.9万円と。そして、最大が3000万円と。うん、まあ、3000万円になりましともうほぼ、 スーパーモデルさんクラスですから、ちょっとまあ、参考値にはならないかもしれませんが、平均年収400万円ということですね。はい。それでですね、その副業でやられている方の割合なども公開されています。会社員が24%、主婦が12%というのが一番大きいところですね。 で、えー、ジャンルがですね、えー、ジャンルも内訳が書いてあって、えー、とですね、ライフスタイルが22%、えー、美容メイクが18%、アパレル16%、えー、料理グルメ11%、子育て11%、お出かけ6.4%、その他13%と。 いう感じで書いてありますので、えー、ライフスタイルがやっぱり多いんですね。まあ、ライフスタイルというと雑貨とか、えー、片付けとか、まあ、いろんなジャンルが含まれるからなんですかね。うん。で、えー、あと興味深いのがこちら。インスタグラムを始めた時期と、インスタグラマーとしての PR のお仕事を受け始めた時期を教えてくださいと。 いうものなんですが、2013年からグラフが書かれていて、まあ徐々に案件の数がまあ増えていくということとともに、解説数がですね、やっぱり減ってくるわけですね。ですから先ほど30代の方が多いということをお伝えしましたが、ですから新しい人がなかなか入ってきづらくなってくるのかなということを感じさせます。実際2019年からグラフが 解説をした時期のグラフがガクンと下がって、それからずっと下がる傾向なんですよね。ですから、インスタグラムのアルゴリズムですとか、あとはやっぱり飽和状態になってしまうという、なってしまったということも含めて、なかなか2019年から新規参入がしづらくなってきたんだろうなということも、このグラフから伺えます。ということははい。これもやっぱり先日お話ししたように、TikTok から、 えー、ファンの方をインスタに連れてくるという、やっぱり別媒体で露出を稼いで、そしてインスタグラムの方で、えー、さらにアーカイブを見てもらうという流れ。ここからも、まあ、やっぱり、 うん、多分あるんだろうな、ということが推察されます。いやー、ですから今日のこのニュースを見て、私のその昨日の、えー、考察を非常にこう,う、まあ、裏付けるものな,んなのかな、裏付けるっているな、ということをすごく実感しました。データにもやっぱり出てたんだな、という気がしました。ですので、えー、こちらの調査、えー、リールをどれぐらい 投稿してるですとか、リールでどういうことを気をつけて投稿してるなども書かれていますので、ぜひ概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひ具体的にチェックしてみたいという方、見てみてください。本当に具体的に書いてあります。ですから、あと一つだけご紹介します。 え、PR 案件について実施したことのあるものを教えてくださいということなんですね。えー、っとですね、ほぼほぼきっ抗はしているんですが、えー、アフェリエイトが45%、セミアフィリエイトが50%、ライブが6.7%、アンバサダーが60%ということですね。 まあ、やっぱりアンバサダーが一番手軽に始めやすく、あと、やっぱり自分自身のインスタのブランディングやコンセプトに合う合わないがあるので、やっぱり一番合わせやすいというのがアンバサダーなのかなという気はします。アフィリエイトは報酬がいいのかもしれませんが、やっぱりこう企業のカラーをかなり、ね、出さなくちゃいけませんから、 とはいえ、売れないと、え、リターンが来ないんですね、アフィリエイトというのは。売れた分何、何というのが、アフィリエイトの収益の出方なので、ですから、かなり本気で、やっぱり、やるからには本気で PR しないと売れないわけですよ。ただ、それが自分自身のインスタのブランドに合わなければ、やっぱり世界観に合わなければ、ちょっと紹介しづらいというのがあると思うんですよね。ですので、まあ一番やっぱり、まあ、低いのかなと。 いうことが伺えます。はい。こちらの会社ですね、ホームページに登録のリンクなどもあるんですが、実際、お仕事の事例というのも書いてあります。例えばこちら。サンプル商品を使ってインスタにアップ。謝礼5万円。みんなが知っている女性サイトの公式モデル募集。謝礼10万円。 イベントに参加してブログレポート10万円という感じなんですね。ですからまあ企業のその案件を一、まあ、月に1件こなせばまあ5万円で副業60万円というところなのかなというところはこのホームページからも伺えます。ただですね、そう考えますとじゃあ今月その1件の案件がないっていうことも当然あり得ますよね。 たくさん案件はあるんだが、自分の世界観に合わない、合う商品がないっていうことも当然あり得るわけですね。ですから、インスタグラマーさん、インスタグラムに限らず、多くのインフルエンサーさんは、やっぱりファンの方がついているときに、しっかり、クリエイターのサブ,スクサ,サブスク支援サイトやメンバーシップなどで、 え、ファンの皆さんとね、直接つながると。有料で直接つながるというコミュニティを、やっぱりリスクヘッジとしては作っておくべきだということが、え、課題としてはあるかなと思うんですね。そんな中、こんなニュースもありました。え、プロタンが YouTube の収益情報を明かすと。はい。え、登録者数208万人の超人気 YouTuber のプロタンさん。 ただその方がですね、6月21日のスポニッチの記事で、なんとこう語ってるんですね。数字落ちてる。俺も多分その一人と。はい。どのぐらい落ちてるかというとすごいんですよ。えー、先月500万円だったとしても、今月30万円とかザラにあると。いや、でも本当ね、そうなんですよ。YouTube という広告システムが自動でやっているものでさえ、まあそうなり得るんですね。 ですから、特に、広告、こういった自動の広告収益がないインスタグラマーさんに関しては、自分でそういうアフェリエイトなり、企業案件の、え、売り上げを出していかなくちゃいけない。ただ、合うものがなかなかないっていう可能性もあるので、本当にね、アップダウン、平均して、じゃあ、年収63万が出せるかというと、多分、難しいと思うんですよね。まして、競争も激しいと。ですから、え、ファンの方と、 え、強い絆を築いていくことが、やっぱり今後さらに重要になるんではないかな、というふうにこの記事からも思いました。皆さんはどう思いますかぜひ、よかったら皆さんご意見、感想など、コメント、レターいただけると嬉しいです。この番組では、インフルエンサーやクリエイターさんに向けた 情報やトピックを毎日取り上げています。えー、Apple Podcast など、Podcast や音声配信アプリ、そして YouTube、Instagram などでも投稿していますので、えー、ぜひ皆さんお気軽にお好みのアプリで登録、フォローしていただけると嬉しいです。そしてエピソードがいいなと思っていただけたならば、いいね、そして拡散していただけると励みになります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、いってらっしゃい。